いい感じですね。適正な馬体重ですね。まずまずでしょうか。クエストを達成しました。今週はレースがあります。いい感じですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。ですか。ただいまより投票受付を開始します。桜の訪れで幕を開けた三歳牝馬の戦いもいよいよ最後の舞台を迎えます。スタートを切りました。12頭この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか。さあ先行するのは何か。コンローブロンドが上がってまいりました。そしてその後ろから7番ラインクラフト、9番エアリングハート、外から行こうというところ。まもなく第1コーナー、その後ろ3馬身くらいあって12番エイシンテンダー、それからもう1頭カタルハーヘア、ゲナイト、それからエアメサイア、2番湘南パンタル、その後ろでやりましょうか。ライラプス、フェリシアがそのうちにいます。外を通りまして11番コスモマーベルス、差が開いて10番西モナースコール。もう一度整理しましょうか。9番エアリングハートがレースを引っ張るようになりました。そして1番人気のラインクラフト、うまくいっているんではないでしょうか。外から1頭8番モンローブロンド、エイシンテンダーがその後ろ、そしてそのうちにカタルハーヘア、それからゲダイト、そしてその後ろから3番エアメサイア、もう1頭湘南パンタル、6番ライラプス、その外からは11番コスモマーベルス、内を通ってフェリシア、そしてしんがりから10番西のナースコールという展開です。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。カタルハーヘアは5番手といったあたり、レアリングハートが抜け出した。外からはエイシンテンダー、このまま粘れるか。エイシンテンダー、さあ抜けました。エイシンテンダー捉えられるか。前の馬1番外から11番コスモマーベルス、エイシンテンダー1着秋華賞、勝ったのは12番エイシンテンダーだ。
以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。今週はレースがあります。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。Thank you.
一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。果たして先頭に行くのは6番マイネサマンサ。真ん中から出ていきます。内を通って名称オスカル、スナークスラン。12番カタラハーヘア、ピンクの帽子が馬込みで入れています。それからライラプス、大隅コスモ、アドマイア女神がその後ろ。それから5番マイネソーサリス、9番プロイバ対シンコールビーであります。そしてそのうちに1番黄金ソンデー、その後ろでありましょうか。10番チアフルスマイル、レプレドールがかわしていきました。もう一度前の方でありますが、順位が入れ替わっておりまして、さあ場内が騒然としています。カタノハーヘアは4番手といったあたり、連勝オスカルが抜け出した。2番連勝オスカルがまだ粘っている。さあ先頭は連勝オスカルが2馬身リード。マイナスオーサリス懸命に追う、捉えられるか前の馬。さあ抜けました。連勝オスカル1着マイナスマンサ、マイナスオーサリス、この2着は際どいが、勝ったのは連勝オスカルだ。次は頑張りましょう。1着レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。いい感じですね。ご用でしょうか。どうでしょう。
じですね。今週はレースがあります。元気いっぱいです。いい感じですね。何かご用でしょうか。2番人気です。ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。どうしても鼻を切りたいスターリーヘブン。やはり行きました。そのうちに3番スルーレート、9番ロフティーエイムが上がってまいりました。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。ラブランファーナ、そしてその後ろから10番カタルハーヘア、そのうちアズマサンダース、1番人気の12番コスモマーベラス、柴田騎手どのあたりで動くんでしょうか。それから7番テンイムホー、そのうちからはライラプス、1番フォーダングラマー、それから2番レプレドール、このあたりちょっと離れている4番フィヨルドクルーズ。流れるようにレースが展開。会場は大歓声であります。コスモマーベラス、直線の伸び足はどうか。このまま粘れるか。スターリーヘブン、先頭はスターリーヘブン、先頭は5番スターリーヘブン、フィヨルドクルーズ抜群の手応え。先頭芝山とレクレドール、フィヨルドクルーズが3番手、1着レクレドール。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。適正な馬体重ですね。嬉しそうですね。ご用でしょうか。
嬉しそうですね。今週はレースがあります。何かご用でしょうか。いい仕上がりです。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。どうでしょう。いい感じですね。何かご用でしょうか。一番人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。マイネサマンサがかわしていきました。その後ろでやりましょうか。カタラハーヘア外から1頭、ゲナイト、ライラプス、その後ろ3馬身くらいあって、5番湘南パンタル、それから9番サンレイジャスパー、フィヨルドクルーズがそのうちにいます。そして外からは10番オリエントチャーム、それから4番黄金ソンデー、内から1頭2番レプレドール、そしてその後ろからソリッドプラチナム、そのうちに山人シュクル。さあ先頭の方はソリッドプラチナム。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。パタノパーヘアは2番手、このまま抜け出すか、一気に抜けた。パタノパーヘア突き放すか、レクレドール抜群の手応え、レクレドールが差を詰めてくる。パタノパーヘア先頭、パタノパーヘア1着、1番人気に見事応えました。何かご用でしょうか。